社長を逮捕します。まあ、これ、はい、横領じゃない、ちょっとお話ししたいことが。警察が家に来て。お疲れ様です。お疲れです。なんすか今日は。今日はですねアンチ待望、社長を逮捕します。社長逮捕っす。はい、社長逮捕します。あのハゲを、あのハゲを、まあ私部屋にテレビないっていう話をしたら、はい、使ってないのあるからあげるよって言ってくれたんですよ。もともと会議室に置いてあったテレビ、はい、経費で買ったテレビなんですよ、はい、それを私に使ってないからって言ってくれたんですよ。それはまずいね、まあ、これ、はい、横領じゃないですか。私私物なんで、もうそれ横領、横領なんか横領チックじゃないですか、はい、だからそれを罪に問うっていう感じで、はい、マジ逮捕しております。会社の経費で買った、はい、テレビをリリちゃんにあげたから、はい、その横領で社長を逮捕するってことですか。そうです、はい。めちゃめちゃやん。まあ多分厳密には大丈夫なんですけどね。社長を逮捕するっていう口実をちょっとこじつけで作ったって感じですね。ああ、そういうことですか。はい、こんなんもね準備してね、パトランプも車につけてるんですよ。誰が逮捕するんですか。逮捕する警察役の方をお呼びしたんですよ、はい、この方です。どうもこんにちは、よろしくお願いします。めちゃくちゃ準備して警察手帳まで。これですね、警察はまずいっすね。これパカってよくあるやつですよ、はい、刑事ドラマで。警察まずいっしょ。俺がまずいよ警察は。まあ警察風なんで、はい、社長を捕まえることはできますかね。あの社長を捕まえればいいんですね。はい、あの社長捕まえれば絶対捕めます。おお、頼もしいですね。逮捕しに行きましょうか、今から社長。企画的にはこじつけて、警察の役者の方ですよね、はい、警察役を、はい、警察の役の方を呼んで社長を逮捕してもらうと、はい、手錠をつけて逮捕します。めちゃくちゃ悪くね、おいカメラマン。で、僕はどうしたらいいんす。あのパトカーに社長を連れ込むんで、はい、運転席に乗っててほしいんですよ。ここに乗ってきたらなんか、はい、ミッチおるやんけみたいな。あー、でそこで、まあ、ドッキリをバラすっていう感じです。はい、わかりました。はい、まあ僕にも黙秘権がありますんで、僕はあの何も答えないんでね。まああの社長これ見とったら、あの使ってくださいね、ちゃんと。僕には黙秘権があるんで、はい、社長に突っ込まれても大丈夫だよ。会社まで行って、でまあ会社のまあ駐車場とかで私が社長に電話するんで、はい、社長室に突をするんですよ。突撃して現行犯逮捕ということで。そうですね。じゃあ社長を逮捕してみましょうか。そうですね、早速逮捕しましょう、はい、じゃあ社長逮捕までレッツゴー。もしもし、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あの、はい、隠しカメラの準備 OK ですかね。はい、バッチリです。お、バッチリみたいです。社長何やったの。社長もちゃんとあの下にいるんで大丈夫です。あ、もうちょっと社長の行動見といて。あ、わかりました。また何かあったら連絡しますね。はい、お願いします。隠し、はい、カメラの準備はバッチリやね。バッチリですね。次社長に電話してみようかなと思います。はい、なんて電話するんですか。あの、まあ家に警察が来て、はい、横領罪で逮捕するみたいな風に警察来たっていうことを社長に言おうかなって。警察はまずいっすよ。まだ逃げたら逃げてくっすよ。マジですか。普通に、まあ、ちょっと話があるもんでいいかみたいな感じで。あ、今向かってるんでみたいなぐらいで言ったらいいですかね。取った方がいいですよね。じゃあちょっと社長にかけてみますね、はい、お願いします。あ、もしもし。あ、おはよう。あ、おはようございます。あの、社長って今、会社におられますか。あ、いる。あの、ちょっとお話ししたいことがあるんですけど、あと多分10分ぐらいで私も会社の方に着くんで、あの、ちょっと時間もらっていいですかね。いやいや、電話でいいよ。あ、電話、ま、ちょっとあの直接大事なことなんで、ちょっと直接お話ししたいなと思って。ちょっと大変な、大事なお話が。よっしゃ。あ、ちょっと会ってしか喋れない内容なんで、ちょっと10分ぐらいで着き、今着かしよう。いや、あの、もう着くんで、すみません、ちょっと待っててもらっていいですかね。本当にすぐもう近くなんで。はい、失礼します。めっちゃ内容を聞いてこようとしてましたね。いや、それで警察って言ったら多分逃げてくるんですよ。俺会社におらんって言っといてとか言ってまさかスピーカーで喋っとるとは思うでしょ。着きましたね、はい、車の中で待っててもらって、そしたらあの連れてくるんで。はい、じゃあ、 あの本社に着きましたので、社長室におると思うんで、ちょっと今からあの警察と一緒に社長室に突進に行きます。はい、レッツゴー。はい、
礼します。おお。あ、失礼します。どうした？ちょっと先、お電話した件なんですけども、うん、私の家に警察の方が来て。警察？あの、この前社長テレビくれたじゃないですか。うん。なんかそれが経費で買ったテレビなのに、そのまあ私の私物になってるじゃないですか。だから横領罪。どういうことどういうこと？警察が家に来て？そうです。そこのテレビ小林さんからもらったやつですよね。これ経費で落としてるテレビなので、その家に来た。あ、そうなんですよ。で聞かれた？で聞かれて。マジで？マジですね。家まで連絡あった？そうですね、家まで一回電話来て。なんて言ったん？で、それで俺からもらってたん？で、なんかまあ、その、なんだろう、まあ最初なんかその、なんか詐欺的なやつかなと思ったんで、うん、いや、ちょっとよくわかんないですぐらいで流してたんですよ。でもまあ、家に来て、本当にね、警察手帳で持ってきて、パトカーできたんで、これガチのやつやと思って、で、ちょっとやばいなと思って。マジで？はい。やめてた？で、まあ、まだ確定はしてないんで、そのまあ社長本人からのお話も聞くっていうふうにおっしゃってて、罪に問われるもんですかね、あのテレビもらったことって。どうなんだ。あれ、もともと会議室にあったやつですよね。そうそうそう。誰か沈降したのかな。いや、どうなんですか。誰かに言った？どれにも言ってないです。まあ家族ぐらいには言いましたけど、別に経費で落としたテレビなんて言ってないです。本当にあの社長からもらったぐらいでしか言ってないんで。警察の方が来てるんですよ。え、おるの今？あ、どうぞいいですか、お入りください。はい、どうもこんにちは、すいません、失礼します。警察のものですけど、一応こういうものなんですけども。はい、小林さんでよろしかったでしょうか。はい、あ、小林さんです。一応ですね、ちょっとですね、こちらの方でこういうものが出てましてですね、一緒にちょっとご確認願いたいんですけれども、じゃあこの逮捕状請求書ですね。2020年7月4日今から？うん、今からちょっと来ていただきたいんですけど、ちょっと突然伺いしたんですけども、で、これが今日の日付の7月4日、2020年7月4日で、この、パキ被疑者に対しこの業務上横領被疑事件につき逮捕状の発布を、請求すると。で、いや、そう、逮捕状って言われてもそうなんだよ。もうそれ、うん、まあそうなんだけど、ちょっとこれね、はい、被疑者、氏名小林勝信さんで、はい、あなたなんですね。で、年齢が1977年の4月22日生まれの43歳、はい、職業建設業社長、住居が、はい、間違いないです。間違いないですね、はい、で、ちょっと今すぐちょっと車の方にちょっと乗っていただきたいんで、とりあえずね、ちょっと手出してもらっていい？勘弁してくださいよ。いやいや、まあ、うん、とりあえず今ちょっときついかもしれんけど、我慢しない。はい、行こうか。じゃあ、行こうか。一人だけなんだ、あんな。どこ行くんですか、港署？はい、うん、とりあえずちょっと署の方までね、近くの行くから。しますよ。あなたには黙秘権があります。もう、あなたがちょっと待って、お前お前カメラか、お前舐めとんの、お前。あなたには黙秘権があります。ちょっと舐めとんの、もう見てなんかねえって、お前。カメラはどこにあるの？ここにあるから、カメラ。ちょ、もういいって動くな。僕にも黙秘権があります。ちょ、いいや、もう降りるぞ。黙秘権あるから、黙秘権があるんだよ。ぶら焦ったんだけど、じゃあ。とりあえず。ほんま、誰これ？え、誰このおっさん。本物だろう。OB の形。これ、これ。あんなんすか、あなた。あなたには弁護士を雇う義務があります。弁護士を雇うじゃないな、おろせ。もしあなた、まあ、もう、まあ、今から連行しますんで。ちょ、カメラ回しとんじゃねえよ、おい。痩せてたけど、俺もう泣きそうだったもんね、ちょっと。弁護士やとお金ありますか？弁護士やと金はある。あるよ。署に着いたね。署に着いたね。びっくりしましたか。本名。本名、本名。
お願いします。大体取調室の方で。取調室の方で。逮捕される時あんな感じなんですか。スピード感大事ですよ。なんかしら、俺も知らんけど。俺もテレビ取り上げ。テレビ取り上げマジですか。俺になるんで、俺になるんで、俺になるんで、俺ドッキリかと思った。俺最初なんかやめるとかなんか言い出すのかなと思ったの。大体大事な話ってやめる話じゃん。大体最近俺じゃやめないっていうか、テレビがどうのこうのとかやし、俺最初何言ってるか全然分からなかったの。何喋っとんかな。本当に逮捕するための口実なんでね、皆さん口実じゃなかったらまずいでしょ。動画になってないでしょ。今この港署でなんかつけるやつにチェーン足とかつけられて、はい、すいません、はい、すいません、確かにテレビを渡しましたとか言って、俺今言われてるんですよ、しかみなしの鉄格子越しに、ね、活動ありますかとか言ってるんですよ。活動あるんですか。知らんすか。知らんすな、俺は。歩いて何、歩いてちょっとマジで。すごくないですか。私もびっくりしました。こんなにリアルにやってくれるなんて本当に思わなかったです。知れ、そうですね、はい。顔がマジなんですよ。あ、警察の目だみたいな。俺が少年の時に出会った警察の目だ。おとなしかったね、シューめっちゃシューめっちゃ新しかったもん。最初言おうかなって言ったんですよ、最初。最初、いや、検察今一緒に行っとるんで、行ったら多分見えるじゃないですか。見えるじゃないですか。いやな、もう勘弁してほしい。ドッキリが最近ひどすぎる。ドッキリが、まあでも面白いから。まあでも、まあ、これドッキリじゃないですか、逮捕されてるんで、はい、次本当のやつだ。次本当のやつ。本当のやつが、お前らの大切なお父さんいなくなっちゃうぞ。お前らの大切なお父さんいなくなっちゃうぞ。嬉しいなぁ。ティッティティッティティッ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 ティ嬉しいなぁ。お前大体これどうしたの。いや、買ってきた付き合わさ。待って、やばい、アンチ待望企画でしたね、社長が逮捕されるという。皆さん、アンチの方、これで満足していただけましたでしょうか。警察官の方ですね、はい、ありがとうございました、今日は。ありがとうございました。はい、本当はいい感じ、ありがとうございました。いい感じのプロだね。そうですよね。完全にあれ剣道やってるでしょ。剣道四段ぐらいでしょ。ウィンクセルからやってる。ウィンクセルからやってる。どうしようで投げられない。剣道か柔道どっちか絶対やってるでしょ。面白かったですね。皆さんどうですか、はい、本当に面白かったらグッドマークお願いします。いいね、チャンネル登録。はい、チャンネル登録本当にお願いします。まあ、これからもこういう社長とかもはめていったりね、もっといろんな人をはめたり、まあ、はめられるかもしれないですけど、いろいろやっていこうと思うんで、はい、また見てね。